ま、さておき、あの、基本的にはその、働かないという時代になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、えっ、ー、と、その、ま、えっ、ー、と、それがなんか、5年、10年というスパンで来るのか、20年、30年で来るのか分かんないですけど、あの、その僕よくあの、無能、有能っていう言い方をするんですけど、あの、世の中の人って、その、無能率の割合上がってるんですよね。 あの、昭和の時代とかって、そのなんか工場で言われたことをやってるだけで、それなりに仕事になったっていうのがあるんですよね。んで、それがどんどん機械化していって、別にもう人間じゃなくていいよねっていう状態になってきたので、その言われたことだけをやれますっていう人だったら、じゃあそれ中国とかもっと人件費の安いところで作ればいいじゃんっていうことになっちゃって、その何か他の人と比べて特殊な能力がある人以外は、先進国基本いらないんですよね。 いや、その、精神国って、まあ、あの月給20万円ぐらい払わなきゃいけないんですけど、でも別になんか言われたことやりますっていうだけだったら、別にそれ中国人でもアフリカ人でもインド人でもいいわけで、で、その、まあ、あの、人件費の安い国は言われたことやるだけの人っていうのが、その月に3万円とかで生活したりするんですよね。まあ、月給3万円とかでも、地域によっては全然暮らせますっていうことがいっぱいあるので、 なので、その、じゃあ20万円の人頼まなくて、海外で3万円の人頼めばいいじゃんっていう時代に今なってるんですよ。あの、皆さんあんまりご存知ない人が多いみたいなんですけど、割とその、あの、海外だとそれ当然だよねってことになってて、なので、あの、若者の失業率とかって先進国だと10%超えるのが当たり前で、スペインだと20%近くて、フランスもまあ20%近くあったかな。まあフランスはちょっとただあの、 失業保険が美味しすぎるから、あえて働かないって若者もいるので、まあその一概にその輪っか本の失業率20%っていうのを受け入れるのもどうかとは思うんですけど、とはいえその、あの、何か優秀な人じゃないと働けないっていう状態になりつつあるので、で、無理して無能な人を働かせたとしても生産性下がるだけなんですよね。 その無能な,なんかあの手,手作業がそんなに得意じゃない人働かせるぐらいだったらもう全部機械にしちゃってその機械が24時間働いてくれてミスがないようにした方がいいよねっていう方向に多分なって人間余る状態になると思うんですよ。であののの昭和の時代っっっててて専業主婦って言ってその この家庭で働くのはお父さんと呼ばれる人ですとでお母さんという人が家事をやってで子供を育てますと。で子供の教育をやりますっていうのでなのでその家庭に4人いたとしても働く、まあ、あの子供2人でお父さんお母さんっていうのが4人いたとしても働くの1人だったんですよ。 ところが最近はもう共働き当たり前だよねって言うので、で、その子供いないですっていう家庭が多分もう当たり前になってると思うんですけど、なんでその独身働きます、独身働きますっていう世代、世帯だったりとか、あの夫婦ですけど働いてますみたいな世帯だったりとか、で、子供がいたとしてもせいぜい子供一人しかいないみたいなので、なのでその人口の中の労働力割合が割と高いんですよね。 で、働けなくなった人っていうのが、働かないじゃなくて、もうその高齢者です、70です、80です、90ですとかで、もう働けないですっていう人が、じゃあ年金もらいますっていう状態になっちゃってるんですよね。っていうのがあるので、その、年金もらいますしては、まあ働けないのでしょうがないんですけど、ただその、働ける年齢の無能の人を無理して働かせるっていうのが、そんなによろしくないんじゃないので、それぐらいだったらベーシックインカムだったり、社会福祉とかで働かせない方向にすればいいんじゃないのっていうのに、多分時間の問題になるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、はい。